東北医科薬科大学は、宮城県仙台市青葉区小松島4の4の1に、本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、東北医薬大及びトンプ。東北薬科大学は1939年に、設置された東北薬学専門学校を前身とし、1949年に、設置された。 1959年に日本の私立薬科大学で当時は唯一の付属がん研究所を設立した。1962年に私立薬科大学で初の大学院を設置する。2016年に医学部を開設し、東北薬科大学から東北医科薬科大学に改称した。大正期から昭和初期にかけて仙台に存在していた。 国立薬学教育機関が廃止された後、東北地方と北海道には薬学教育体制が存在しない時代が存在していた。東北薬科大学の前身である財団法人東北薬学専門学校は、東北地方に薬学教育機関を設立することを目的として見学された。現在も大学の理念として東北地方の薬学教育、 研究の先導的役割を掲げる。日本政府は1980年代から政策で医師数を抑制し、2003年に文部科学省が医学部の新設禁止を告示した。2011年に発生した東日本大震災を受けて、東北地方の医師不足の対応と被災地復興の支援のため、東北地方で一校に限り医学部新設を認める方針を打ち出した。 この動きを受けて、東北薬科大学は2013年10月11日、医学部の設置を目指す意向を表明した。同大の高柳元明学長は、設置に確信していたが、宮城県は、仙台厚生病院と栗原市からの協力要請で、宮城大学へ医学部開設計画を、文部科学省に申請し、福島県郡山市の総合南東北病院などを、運営する。 一般財団法人脳神経疾患研究所も医学部新設を計画した。2014年8月28日、東北地方に医学部を新設する構想で、文部科学省の構想審査会は、東北薬科大が解消して設立する東北医科薬科大学を選定したと発表した。2015年3月31日に、東北薬科大が 文部科学省に医学部の設置認可を申請した。2016年4月の開設を目指し、キャンパスは宮城野区に所在する東北薬科大学病院の隣接地を買収や賃借して整備し、医学部の学費が6年間で3400万円となる見込みで、学生定員は100人、教員医師は183人の採用を予定している。2016年4月1日、 医学部を新設した上で、東北医科薬科大学に改称同日付で、東北薬科大学病院も東北医科、薬科大学病院に改称加えて、東日本電信電話から取得した、NTT 東日本東北病院は、東北医科薬科大学若林病院に改称した。医学部は震災を受けて、開学を認められた経緯から、 地域医療への貢献に重点を置いている。1学年100人のうち55人を小学かな枠として6年間で3000万円程度の学費を減免し、医師国家試験合格後8から10年間は大学が指定する東北地方の医療機関のいずれかに勤務する条件である。地域医療ネットワーク病院、関連教育病院などと連携して、 医療現場での臨床実習などを行うほか、被災地訪問や災害医療教育を教育に取り入れている。学部大学院附属機関附属病院私立大学学術研究高度化推進事業。ありがとうございます。